ニコライ・アレクセイエビチ・オルロフ公、1869年、1870年。ニコライ・アレクセイエビチ・オルロフ公は、ロシア帝国の外交官、作家、オルロフ家出身、アレクセイ・ヒョードロビチ・オルロフ公爵の一人息子として生まれた。最初は、軍人としての道を歩もうとしたが、クリミア戦争で重傷を負い、その後は外交官に転身した。彼は、 外国駐在ロシア大使としてブリュッセル、オーストリア・ハンガリー帝国、パリ、ベルリンに駐在した。政治では改革を指示、1881年にオルロフの体系に関する記事がルースカやスタリナに出た結果、体系が廃止された。また、政教会記者への寛容も指示した。他にもオルロフの著作、1806年の3週間戦役の 概要が1856年にサンクトペテルブルクで出版された。1858年にエカチェリーナ・ニコライブナ・トルベツカヤと結婚になを設けた。ありがとうございます。